あれ、何の音かしら。よし、どんどん来ておくれよ。行くぞ、スタイクロム。はい。はー、この声はこっちからかしら。はー。何してるんですか。おや、これはネルケ殿、ペペロンも含めて3人で訓練していたんです。なんでこの人が。しかも一人だけ武器を何も持っていないではないですか。あははは、大丈夫さ、オイラは妖精さんだからね。この体が武器なのさ。いくら訓練用の剣とはいえ、あれだけ受けて無傷とはとんでもない頑丈さだ。ペペロンの鍛え方は生半可なものではないな。もちろんだよ、オイラは超一流の妖精さんを目指して毎日訓練しているからね。そういう問題なのかしら。しかしペペロンが加わったことで訓練の効率が上がったのは確かです。すまないが、もう少し付き合ってくれるか。これほどの相手との訓練は早々できるものではない。私からも頼む。ペペロンと鍛えれば基礎体力も向上しそうだ。もちろんお安いご用さ。よし、みんなで頑張ろう。ご本人たちが納得しているのなら問題ないのかしら。